衆、それが私の唯一望むもの。赤壁の決戦に勝利したのは孫権劉備の連合軍だった。曹操は天下を目前にしながら南進を諦め巨匠へと撤退、体制の立て直しを迫られる。今こそが曹操一強の情勢を崩す好機。孫権は江東からの領土拡大に向け動き出そうとしていた。そして劉備の軍師諸葛亮もこの機を逃すはずがない。劉備を一国の主とするため静かに行動を開始する。馬超と関水が率いる連合軍は我が軍の西の戦線を突破、領主死し、伊光殿は籠城の末廃止されました。王位、漢中の豪族王氏の娘である。幼い頃一族を清涼の軍閥に滅ぼされた。そのため清涼の馬超に復讐を誓い曹操に仕官する。一方馬超もまた復讐に燃えていた。彼の父馬頭が曹操の暗殺に失敗し処断されたのである。馬超は関水と手を組んで洛陽に進軍。洛陽の防衛に当たっていた王位は曹操の援軍と合流する。彼女に復讐を果たす好機が訪れようとしていた。王位よ、よくぞ馬超らの猛攻に耐えてくれた。今までは孫権に備え西に兵を避けなかったが、周瑜が死んだ今こそそちらを片付ける時であろう。夏侯淵、張口、軍を編成し道館へ向かわせよ。この機に馬超らを叩き西の憂いを消し去るのだ。王位殿は敵将馬超と並々ならぬ因縁があるとか。よろしければ事情をお聞かせ願えますか。幼い頃領州の軍閥に故郷を奪われました。清涼の死神馬超は一族の仇、あの男の首を取ることが私の悲願です。だったら何としても負けらんねえな。俺らも最近は負け戦が多くてすっきりしねえんだ。ここらで気持ちよく大将と行こうや。出征は終わり、やっと会いに行けるのね。待っていて馬超、今から私がお前の首を取りに行くから。もう馬超らが攻め込んできているか。多いよ、戦況はどうなっておる。馬超、関水らは道館に布陣しています。正面からぶつかった我が軍は敗走。現在は洛陽と保半身の守りを固めています。馬超を勢いづかせてしまい申し訳ありません。いやいやいや、援軍が遅れちまったせいだ、すまねえ。 いえ、援軍が来なかった事情も分かっています。その代わり
花公園殿からは援助物資をいただいていました。ありがとうございます。何いいってことよ。こっからは俺たちが馬長の相手をするから少し休んどけな。いえ、それはできません。ようやく洛陽の防衛から抜けて馬長の首を取りに行けるのですから。ああそう、お前がそう言うならいいけどよ。敵は連合軍、その勢いを削ぐためにもどうにか連携を崩したいところですが。正面にいる敵はかなり士気が高い。押し込むのは骨が折れるな。道館の北側はいかがであろう。黄河を渡ることができれば敵の背後をつけ申す。正面から当たるか、溶かして背後をつくか、どちらにしても厳しい戦いになろう。だが職に劉備、後に孫権がいる今、皇庫の憂いは立っておかねばならぬ。馬長らの勢いは盛んだが、ここで必ず打ち果たすぞ。ご入り用で。またお待ちしてます。あなたを、実は私。おや、これはこれは。その後、調子はいかがですか？いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。へい、いらっしゃい。
毎度どうも。策はあるが手が足りないか。ああ、誰か手伝ってくれるといいんだが。ありがたい。では早速この手紙をただ関西に渡すだけだ。あとはあちらさんが勝手に動いてくれる。それじゃ始めようか。うまくいけば戦が一気に動き出す。
さないわ。いい気持ち。うまくいかなかったよ。ごめんね、若。敵将、打ち取った。このまま勝利を重ねれば、きっと。その際、捨てたものではない。驚きました。想定以上の戦果です。短期で敵陣に乗り込んできた。だが、戦うつもりではなさそう。なるほど。本日は使者として参られたのだ。何？渡したいものがあると申すか。出してみるがいい。ほう、これは。曹操殿とは窮地の中、目は通しておこう。確かに手紙は預かった。使者としての務め、ご苦労であったな。接触していた模様。やまさか敵と通じているのか。関水殿をこのまま函谷関に置くのは危険か。関水さよ、すぐ道館の背後の守備につくようにと。や関水様、馬長様より伝令です。すぐに道館に戻ってほしいとのこと。何、ここを引けというのか。さては、義の使者と話したことで疑われたか。馬長に弁明が通じればよいが、いざとなれば義に下るもやむなしか。このまま勝利を重ねれば、きっと。この地の攻防は戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。覚悟せよ曹操。この地を脅かす悪は俺が討つ。Yeah!
一人。敵将討ち取った。感服捕まっつった。これぞ武の神髄。敵将討ち取った。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。義軍がここまで強いとは。もはや障壁はなくなり申した。道館へ進軍いたす。このまま勝利を重ねればきっと。馬長様、大変です。敵は黄河を渡り、我ら背後をつく気配。そんなもう俺たちに逃げ場はないんじゃ。兵たちは怯えてしまったか。だが俺は決して早々には屈さぬ。やはり義は黄河を避けこちらへ来たが、道館の背後はこの王黎明が死守する。並々ならぬ将とお見受けしました。ですがここは華麗に抜かせていただきます。
任を果たせんか、魔女が。申し訳ない。敵将打ち取ったよ。このまま勝利を重ねればきっと。よっ、これぞ武の神髄。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。様をいじめる奴は許さねえぞ。おいらが全部やっつけてやるんだ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。いざ尋常に勝負せよ。義に感知を天下を渡してなるものか。伝令、帝銀様、バガン様、敗走。義軍がこちらに近づいております。魔女はわしを攻防に追いやった。ここで必死に戦っても奴は死んじまい。魔女マルニがわしは裏切らせてもらう。全軍、魔女たちの背後をつけ。大艦水は裏切ったか。攻防に引かせたのが仇となるとは。いい気持ち。やだ。その際、捨てたものではない。なんと言ったよ。よくやった。その働き、覚えておく。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。はっ！
将打ち取った。頑張ってんだ、その調子でいけよ。敵将討ち取った。その際見つけたものではない。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。よくやった。その働き覚えておく。だから俺が敗れるとは。だがまだ終わったわけではない。減らず口を。何度挑んでこようと貴様らに葬儀は倒せん。こたびは不覚を取ったが、俺は絶対に諦めぬ。艦の中心たる父の思いを継ぎ、国にあだなす貴様を俺が必ず打ち果たしてみせる。敗れてなお息巻いているようですが、馬長の一族を含め領州の軍勢はほぼ全滅。再起はかなわぬかと。戦果としては十分。しかし追うというなら止めはせんぞ。大いよ、深追いは毒だと知っています。馬長の瞳に映った絶望の色、今はそれで満足です。それにあの男には一族を失った孤独と叶わない夢にもがく苦しみを存分に味わってもらわなければ。ならばわしからは何も言うまい。巨匠を脅かしていた馬長らは廃した。これより攻勢に転じるぞ。狙いは孫悟、目標は実行よ。赤壁の雪辱、今こそ果たすのだ。一部はすでに長江を渡って術江に進軍中。全軍で攻めかかれば孫悟の本拠建業を落とすことは可能でしょう。ですが建業に向かう敵増援の目撃情報、覇色を制した劉備の次なる動向、時をかけるのは得策ではありません。ふ、純勇よ、赤壁以降お主は以前に増して頼もしくなったようだな。速やかに実行を制し権業を攻め落とす。敵はまた策を弄してくるかもしれん。皆十分に注意せよ。学文献、真っ先に敵陣に飛び込み道を切り開いてみせます。おお、ピンときました。俺らなら必ず剣業まで攻め落とせますって。策の方は俺にお任せよ。そう何度もやられるわけにもいきませんからね。領州の勢いをくじき、皇庫の憂いは立った。赤壁の借り、今こそ孫権に返すのだろう。